に踊ってる。そうなの？あのザ・モーメンティング娘の、あれ？あ、わ、What is Love？ あ、それ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 。ミスしてずらしてよそ見してトラブって愛し合って歌があって生きるのってややこしきはっていうもんです。ビジネセサリーリサタイサリーもそう、伊達さんとねまさかモーニング娘。の話をできるようになるとはっていう感じ。そうだよね、ずっとだからね。そう、ずっと好きなの。ずっと好きなの。結構途中からだよね。そう、急に急に。だってもう気まぐれプリンセスとかもやってたじゃん。そうそう、私オーディションで踊ったから。そう、あ、そうだね。気まぐれプリンセスやってたからさ。やってたやつ。難しいな。あれヒールで踊らなきゃよかったってめちゃくちゃ後から後悔焼き臭豆腐はそんなに臭豆腐の中でもそんなにきつくなく食べられるよっていう情報がいただいてますので、ちょっとお覗きに行こうかな。はい、ありました。ただ我々もね、胡椒餅1個ずつね携えておりますんで止められなかった。そう、止められなかった。美味しいものの前に人とは無力なものだった。ものだったね。ちょっとね気になるから、あれかな、あれですね。わあ、ちょっと雰囲気を感じてみる。え、全然大丈夫そうじゃない？全然匂いしてこない。うん。頼んでみる。うん。頼んでみようか。うん、頼んでみよう。野菜がいらないのは30。あれだけ。で、串とあの野菜のセットみたいなのも付いてる。はあ、はあ、野菜いらないですね。ワン。ワン。ウィザートベジタブル。こっちのやつは。わー、へー、臭豆腐最初のお店って言ってますけど、ちゃんと焼いてくれてる。網焼き、ね、あー美味しそうに見えてきた。ね、美味しそうだよね。だいぶ美味しそう。私納豆食えへんねんね。ほんま、ああそれは雑談もダメかもね。もうダメな気がする。辛い辛い辛いやつつけるか。辛い、辛い、うん、大丈夫、うん、大丈夫。うん、ちょっとちょっとリトルリトル。あ、オッケー、オッケー。あ、美味しそう。いや、もう美味しそうだよ。わー、シェイシェイ。はい、持ってます。30ね。シェーシェー。はい、ナイスー。カーフェイスコーパーどう？何する？いや、なんか香ばしい、うん、ちょっと臭豆腐匂いするけどね。これはこれじゃないのかな。いや、伊達さんが匂いがやむってないですか。あ、そう。来奶茶咖啡，我觉得我味道不会啊。那しないわ。しないよね。しない。じゃあ行ってみるわね。はい。すごい唾液がめっちゃ出る。え？いただきます。来奶茶。サクサクしてる。お。え？どっち？どっちのリアクション？どっち？大丈夫か？え？震えてる。どっちのリアクションなんだよ。大丈夫？めっちゃ汗出てるけど。中はね。中は。中は臭豆腐だよ。あ、そうなんだ。あ、そうなんだね。味ダメ？臭豆腐。戦ってる。ミサコは何かと戦ってる。ちょっとじゃあハマーさんすいません。はい。じゃあちょっと行ってみます。私このリアクション見て完全に自分が食べられないとは悟りました。あ、あのね、ちょっとその発酵し
てる匂いはやっぱり外側からでもします。いただきます。会えないさ、カフェってどうか。なんかまあ匂いはしますけど全然臭くない。本当いける派だ。美奈子すごい顔してるけど。美奈子さんダメですか？気のせいかな。気のせいなんじゃない？構えすぎた？これはただの揚げだから。普通に揚げだと思って食べなよ。ダメだ。ダメだ美奈子。美奈子の顔が。美奈子ダメだ。前日してる。まあ私も多分ダメだと思うんですけど、ちょっと。意外にも大丈夫。え？なんで？なんかね、こういうこの匂いの充満する世界に生きていると思ったらね、もう大丈夫なんで。あ、でもね、たくさん食べたいとかしか思わないかも。うん。なんか、あ、でも味美味しいよ。味美味しい。なんかあのお店の匂い、あのいつもの臭豆腐の匂いが急に口の中にブワってきたのよ。のよ。あんまね、細かいこと考えずにこの外側の味に集中してるといいかも。あ、それね、それね。今中の中に集中したら結構やばいでしょ。豆腐の、そう、中の豆腐に集中するともうね、あれ？あれ？これじゃない？あれ？今ので言うと、9時は我々のものやってくるんだけど、通り過ぎてたからね。そうなんですね。大丈夫、違います。まだ違います。本当ですか？はい、違います。今あれをかけるでしょ。だからそれは我々が9時に行ってるから、9時は来るから必ず。なるほど、わかりました。味を探っちゃいけない。そうね、味を探らない。私は味を探らない。新庄美沙子です。ではいただきます。豆腐の味だね。ダメだ美沙子ダメだ。もう一回味わい方をね決めちゃってるから。まずい、知っちゃってるからね。探しちゃってる。探しちゃってるね。探しちゃってる。先ほどの新庄美沙子さんがいなくなった。あ、帰ってきた。食べやすいです。嘘つけ嘘つけ。いやでもその匂いはそのあのお店でやってるものではもちろんないんだけど、やっぱり臭豆腐は臭豆腐です。まあね、まあね。が食べやすくは絶対なってる。食べやすいよ、わし食べられるんだもん。タレ多めのところですか。うん、うん、端っこ食べやすかったよ、すごい。うん、そうかも。そう、焼いては大丈夫。焼いてある面積が多い方が食べやすいかも。この味が結構あの日本でいうとこの揚げ出し豆腐にあのお味噌塗ったみたいな。あ、そうだね、そんな感じだよね。近い近い、そんな感じ。うん、いいと思う。ただ中に集中してはいけない。そうだね、集中しなきゃいいよ。うん、あ、こういうのだったらなんかおでんの一種みたいに感じられば OK。うん、なる。うん、グッドやね。限界やんけ美沙子。いや、しまったね。一回イメージを一掃してから食べるべきだった。そうだね、一回ちょっと鼻に香り入れちゃうともうそれに支配されちゃうから。そうじゃなかった。え、でも確かに食べれる食べれる食べる。慣れてきた。なんだかんだ食べてるもんね。お、最後いただきます。早い、いいね。ハマーさん、臭豆腐に大ハマり。いいねいいね。懐かしいネタばっかりが今日は出てくるね。美沙子さんは臭豆腐に、え、何？おお。おお、ハマ
マーリ逆だった。おおはまり逆とかあんの？あるあるの？存じ上げなかった。外に最後出るんだねきっとね。えどっちスタートなのそれ？外スタート？奇数だからね。あ行くよ。あいいじゃんいいじゃん行けたじゃん。完食でーす。はーい。ごちそうさまでした。さまでした。うんこれは中豆腐デビューで。うん食べたらいいと思う。そうだね、うん、まずこっから始めていこう、うん、お友達からまずは友達からいらっしゃい、うん、始めていこう。お茶は絶対に持ちましょう。そうだね。ここから選ぶ。ここからあー OKOK 選挙。あ選んでいらっしゃる。優しいね。じゃピンとくんのこういう時ってさ、うんほらすごい笑われてる感じてるよ今。あ、キー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 あのね、この辺に引っかかりがある。あ、これだこれこの辺に引っかかりを感じる。この2枚のどっちかな。おどっちかな。もうほら、ニヤ